川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第224回、前回前々回に引き続きまして、オンライン公開収録のスタイルでお届けしたいと思います。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、いいですね。やっぱりこうオンライン公開収録、第1回もありましたが、やっぱり先生からね、逆に言ってくださったように、いただいた質問を僕と2人だけで読むんじゃなくて、やっぱりせっかくの公開収録なので直接ね、質問いただくと、やっぱり違いますね。先週の山根さん の質問も、もうなんか質問というより対談みたいに長くなりましたけど、やっぱ違いますね、ライブは。さあ、今日はですね、また質問者の方から質問いただいてるんですが、その前にせっかくですので、ちょっとお便りいただいてるんで、先に読ませていただきたいと思います。北川先生、早川さん、いつも素晴らしい番組をお届けいただきありがとうございます。先日のオンライン公開収録に参加させていただきました。第1回の方に参加してくださった方ですね。当日はまさか私の質問が取り上げてくださるとも知らず、主人とのんびり、2人の話に耳を傾けていましたので、質問が読まれた時には2人で目を見合わせ驚いていました。実は質問を読んでいただいたのは初めてではありません。3年前に違うペンネームで送った、やや切羽詰まった感のある、疑問に、お二人から丁寧にお答えいただきました。その時もでしたが、今回も多くの光明を得たような気がしています。以前、使命は使命、名前の使命ですね、は使命、使う命の方ですね、使命は使命というお話があったように思いますが、ここ最近もっと具体的にどう使命に気づき果たしていけばよいのか考えていました。先生から早川さんの言葉から先生や早川さんの言葉から新しく具体性のある方向が見え、主人ともども喜んでいます。心から感謝しています。ということです。お便りありがとうございます。さあ、ということで、今日またご質問者、3人目の方からご質問、いただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。緊張されてますか？全然大丈夫ですか？あ、私、ちょっと緊張してます。まあ、大丈夫です。はい。じゃあ、早速なので、先生にお願いします。はい。こんにちは。はい、こんにちは、さん。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。おかげさまですごく瞑想したり、その光を送るっていうことを割と積極的にやってまして、なんかそうすると自分もこう、なんだろう、癒されてくるっていうか、いろいろ満たされてくるっていうようなことが本当に実感として、生活の中に生きてくれてます。はいはい。で、質問というか、こういう気持ちでもいいのかななんてちょっと思うことがありまして、その人生の中ですごいいろんなことがこう起こってくる、はい、来た時に、なんか自分にとってあんまりにもこの辛すぎるとか、怒りが湧きすぎるとかっていう物事とか人とかっていうものがあった時に、だんだん年数が経ってくると、そことちょっと距離を置こうとして、でもその方が自分が楽な、その人や物事にこう今はちょっと距離を置いて、事件のことですか？出来事から、はい、出来事から距離を置くという、まあ、その人っていう人間、人ですね。はい。一人の人物ですね。はい、そういう雰囲気の成功の人。はい。その人物に対して、身近なんですけれども、身近な人に対して、あんまりにもこう、自分が気持ちが、すごく感情が、悲しくなったりとか、怒ったりとか、なんでみたいなことがいっぱいあったので、はいはい、ちょっと距離を自分で置くようにして、でもなんか身近なのに距離を置くことで、今はなんかすごく落ち着いていられるんですけれども、落ち着いてる分冷めた目で見てるのかなっていう気持ちもどこかあるんですよね。なんかその人、うん、その人自身もやっぱ自分がやってきたことで今すごい辛い状態にあるんですけれども、うんうん、はいはい、体もあといろんな状況もすごい大変だなっては、うんうん、なっていうのは分かるんですけれど、でもなんかもう距離を置こうって決めてからもう何年経ってるので、
その分なんか自分が親身になってない、優しくないのかなとか、すごい冷めているのかなって言ったことがちょっと少し気になってるっていうか、もっとこう積極的に関わっていった方がいいのかなって。でもそうするとまた辛くなっちゃうななんて、うんうん、をどうしたらいいかななんて思ってます。お釈迦様の言葉の中にこうお釈迦様もよくそういう目に遭ってるんですよね。あの人もその人間的、あの方ってあの人という言葉を使ったらいけないんですけども、あの偉大な人も、うん、かなりこう今林さんが言われたような事件に出会ったり同じような目に遭ってるみたいで、じゃあその時どうしたらいいかって同じような質問を受けた時、まあまあ、お釈迦様は人を救いたいっていうのは私の命と、その生の大きな、道だからということで、人を救わない、救っていくのが自分の道だからっていう時に、そういう人に出会った時に、じゃあどうするかって言ったら、それはね、君子、対岸の人、東岸っていうかね、東岸の人だっていう、まあ、当時はガンジス川っていうのがあったので、そのガンジス川の向こう岸の人なんだ。で、ガンジス川っていうのはすごく遠くて声も届かないと言いますかね、つまりこう縁なき人なんだ。で、向こう側にもたくさんいるし、こうこっちの西側にもたくさんいると言いますかね。だからそういう人を東岸の人って、東岸の人ってお釈迦様が言ってるんですね。だからまあ東岸の人と思って、それよりも西岸の人、自分の身近な人、または意思の通じる人、またはなんか助けるエネルギーを注げる人たちの方を大事にしなさい。そうすると、なんか、この人生が、こう、価値あるものになってきたり、また生きがいとなってくるから、こう、いくら言ってもダメな人、から、助けようのない人、言うこと聞かない人、から、頑固な人、から、道が違う人、全く、価値観が違う。まあ、いろいろな言葉が当てはまると思うんですけども、で、自分が辛くなる人からは、こう、一歩引きなさいって言ってるんですね。それよりも自分の人生も向上し、相手も向上する人が必ずそばにいるから、まあ、そういう人たちからこう、またもう一歩コツコツやっていきなさい。で、そこにきっと生きがいと、なんかやりがいと、なんか意味を見つけるだろうと。動画の人はまたいつか来世でもいいじゃないか、みたいな。まあ、そういう意味で動画の人っていう言葉を使ってるんですね。で、まあ、今、林さんが言ったように、こう、身近な人でも、あんまり入っていくと、なかなかその人が受け入れないときは、お互いに辛くなってくるって言いますかね。だから、よくそれを、認知症の人の時にも同じこと言いますよね。もう本当に、前はいい人だったんだけど、全く変わってしまった人に振り回されていって、必死になっていくと、認知症の鬱になってしまうというかね、こちら、向こうもダメだけど、こっちもなっていくっていうふうになるように、そこに必要なことは一歩距離を置くって言いますかね。時間を置く、会う、まあ、出会いを少なくしていく、声を打って、その人のオーラから少し離れてみるということをやるのはとても大事なことで、それはこう、決して罪あることではないって言いますかね。逆に、あまり近づいてお互いに傷つき合うことになって、罪がこう吹いてしまうということがありますね。だから、ちょっとお釈迦様のこと、東岸の人だよっていう、うん、向こう岸の人、うん。で、これ以上はもう、できないというときは、さっき言ったように、我々の武器はこう、光を送ることができるんですね。こう、東に祈るということができるんですね。でも実際に物理的に付き合うというのは不可能なんですね。東岸の人、精神的にも遠い人ですよ。西岸の人と東岸の、東岸の人というのは、距離が遠いというだけではなくて、精神的にも生き方にも、通じ方にも遠い人の場合は、少し距離を置いて、こうやって西岸、自分がこう、生きがいを感じる人たちと生きていくというのも大事と思いますね。だから、それは決して罪なことではないと思いますね。ただな、こう、人間とその万能じゃないからですね。お釈迦様でもそれで苦しんでましたもんね。面白いですよ。お釈迦様もね、ちょっとだけ面白い話をすると、お釈迦様も、二つぐらい苦しんだことがあって、お釈迦様が50何歳と60近くの時にね、
っぱり今と比べたら当時は例えば10年足すようなもんですね。40というのは今の50みたいなもんですよね。50というのは今の60みたいなもんなんですね。こう10年ぐらい昔の方が辛いわけですね。いろんな食べ物、それから気候も厳しいからですね。インドの気候が厳しいから。だから、まあ、50代ということは、こう、こっちのとっては50、60代の子はみたいなもんなんですけども、その時にお釈迦様疲れてから、誰かこう、付き人が欲しいって言ったんです。偉大なお釈迦様がずっと付き人なしにやってきたんですね。で、ある時、こう、じゃあ、それではお釈迦様の荷物を持っていく、なんか、人をいつも毎回選んでたらしいんですよ。で、ある時に若い人がついてきたら、お釈迦様がこう左に行こうとしたら、その人がこう右がいいって言い始めた若い人は、いや、これ私は左に行くって言ったら、君はどうするって言ったら、いや、お釈迦様、あんたはそう言ってください。私はこう右の方に行って、涼しいとこで、あそこに行くして、右の道を歩きたいとか言って、で、なんとお釈迦様の宅発した荷物をポンとその道端に置いて、右にスタートと言ってしまって、お釈迦様はそこで、なんか立たされて、置いていくようにかって、なんか悲しみにあったっていう場面が一回あったんですよね。あのお釈迦様でも若い人から捨てられたんだっていうのがあった。それからもう一つですね、やっぱ、じゃあもう一ってあったことは、やっぱりちょっと年いった、次の、もうちょっと年いった人を選ぼうとかで選んでたんですけども、まあ彼もある時、同じようにこう歩いてたら、その人が、お釈迦様、私はここで瞑想したくなったって、じゃあ、いや、瞑想するのはもう少し先の木の下がいいから、もう少し歩きましょうと言っても、いや、私は瞑想する。お釈迦様は自分で行ってくださいって、その人は地べたに置くんじゃなくて、お釈迦様に、自分の荷物、お釈迦様の荷物を渡して、お釈迦様の背中を押して、自分は瞑想し始めたって言うんですよね。で、お釈迦様がこう、もう年取って、付き人と思ってる人から捨てられるっていうのが、2回もあったっていう場面があるんですよね。だから、聖なる人、聖者のお釈迦様でも、なんか、そういうふうに、こう、なんか自分勝手な人と会わない人と、ほったらかされたっていう場面があったっていうのを見てから、お釈迦様も、なんか、僕も時々馬鹿にされるようなことあるんですよね。北側みたいな人間で馬鹿にされるようなことがあるんですけども、あのお釈迦様が悟りを開いた後の50代の後半で、そんなに軽んじられたってことはショック受けますよね、私はね。同じように。同じように、キリストにも同じような目があるんですよね。あの聖者ってやってるキリストも同じようにこう、そういうのを、なんか、軽く扱われたり、馬鹿にされたり、なんか、いじめられたりっていう経験があるんですよね。だから、そこに、人間っていうのは、こう、あんなにパーフェクトな人でも、人からパーフェクトな行いを受けるってことはないっていうことがわかりますね。だから、僕は、お釈迦様はもう大尊敬されて、もう、祭り上げられたと思ってたんですけども、そうではなくて、やっぱ、そこには人間釈迦、人間キリスト、というものが、を体験したんだなと思います。だから我々も、それくらいの体験は当然だと思うんですね。辛い。法的、青い的をそれ嫌われたり、なんか、嫌われたり、こう、変な目で見られたりとか、偏見でこう眺められたりとか、なんか、意見が合わないからと言って、なんか、捨てられたりとかいう。まあ、私もいっぱいしてきましたけどね。でも、ちょっと慰めは、その、お釈迦様でもそういうことがあったんだ、っていうことを。キリストなんて最後は裏切られますもんね。あの人、13人の一人からですね。まあ、なんか、その辛かっただろうな、と思いますよね。で、キリストはね、死に追いやられたんだから。でも、それでさえも、キリストは許したっていうことは、そこが、まあ、また、すごいな、と思いますけども。まあ、その一歩手前の裏切られたっていうところに、こう、執着すると、やっぱりあのキリストでさえも聖なる人でも裏切られるんだってなると、私たちなんか、欲の多い人間だから裏切られたり、ごまかされたり、文句言われたり、私が足芸にされたとしても、キリストの辛さには、なんか、及ばないんじゃないかなと思いますね。なぜなら、向こうの方はこう罪なき生き方をしてきてるけれども、私はいっぱい罪ある生き方をしてますよね。だから、とか、嫌われたり、馬鹿にされたり、置き去りにされるっていうのは、まあ、
それその罰だと思うんですけれども、あのキリストやあのお釈迦様でもなんかそういうことが起きたということは、あ、なんか救いでもあり、あ、なんか逃げていればそういう場面でも出会うんだなっていう、それでも我々はきちんと歩んでいかないといけないっていうかね、まっすぐ自分の道を歩んでいかない、その人を許して歩んでいけない、でもそのことが事件になって残ってるということは、きっとそのことをお釈迦様は人に喋ったんでしょうね。字幕に国語と二人の弟子さんに捨てられたんだって、道端のこう、すごい手の、あの、なんか、太陽の照る道ぼこりの中で放り出されたんだっていう、なんかね、年取って追い出されたんだっていう場面のことを辛くて、重大弟子の信頼できる人にあれしたんでしょうね。それから、あの、最後は、あの、一人の、あの、弟子を与えられるんですね。から、なんていうかね、って、儲からなかったりと、その人がずっとついてくるようになるんですけどね。最後には、60代の後半から一人の弟子がずっとお釈迦様の面倒を見て、お釈迦様のことをずっと記録残した人がいるんですね。というお話ですけど。ありがとうございました。なんかせっかくだから、もう少しだけ林さん、今の話にでもいいですし、なんかもう一応感想して大丈夫ですよ。せっかくですけど、よかったら。でもすごい勇気をもらいました。あの、なんか冷たいのかなとか、なんか自分ってあんまり思いやりがないのかなと思ったんですけど、その、あ、やっぱ距離を置かないと、やっぱり自分がダメになるっていうか、あの、なんだなと思ったり、はい、いろいろ本当に勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、これから、あはさんも私もそうなんですけど、私は与える場面になるか分からんけど、認知症っていう人の世界に入ってしまうんですよね。で、あはさんの、あの上の人たちが生きてれば、必ず認知症の世界って言いますかね。だから、そこでやっぱり今みたいにこうあんまりあの密接になってしまうと二人ともやられてしまうっていう体験がある。だから、まあ、あの、相手の人を認知症と同じように思って、あの、巻き込まれ、少し距離を置くっていうのは、あ、正しいことだと思いますね。はい、特に相手が認知症の場合は、あの距離を置かないとダメだと思います。そうですね、なんかこう自分が憎みそうになるので、あんまりにもこう自分にこう何でしょう、重荷っていうか、なんか時間とかいろんなものがあのもう搾取されるような感覚になっちゃって、なんか死にたくなってもいけないなと思ったので、憎むと嫌うとはちょっと違うんですね。こう嫌うのはまだいいんですよ、うん、はい、うん、罪、そんな罪は大きくない。だから憎むとやっぱ、はい、あ、罪が大きくなるんですよね。こう魂まで傷つけてしまうから、はい、嫌うっていうのは嫌だなと思うことは、あの魂の傷までならないと思いますね。うん、憎むまでいってしまうと大きな傷になってしまうけれども、はい、うん、ちょっと嫌だな、嫌いだなとか近づく前と思うのは、憎むとは全然違うからですね。はい、うん、はい、ありがとうございます。そこで、あの、憎むと嫌うは違うということを覚えておったら、罪の深さが違うということを覚えておくといいと思いますね。はい、でもそう、先生がその、あの、瞑想の中で、多分ポッドキャストの瞑想の中でだったと思うんですけど、その、私を嫌う人も、私が嫌いな人も、立ち上げ深みが。そう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 。あれが一番ね、一部ですね。はい、嫌いな気持ちってあっていいんだってこう認めることで、うん、なんかすごい救われて、でもなんかすごい嫌だったけど、あのどうか良い人生を、あなたの一番良い人生を送ってください。そうそうそう、だから光を送るようにして、はい、やってます。ありがとうございます。これはあの楽神会 の, あのいいあれで悟りですね、あの、はい、教えだと思いますね。こう楽神会、はい、独特のあの教えだと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、とんでもない。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、この番組では引き続き、皆様からの、ご質問ご感想を募集しております。詳しくは、北川八郎公式ホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマーク KIQTAS.JP までお寄せください。さあ、そして今ね、瞑想の話も最後に出ましたが、先生またお便りをいただいています、この番組から生まれた、先生のこの音声プログラム瞑想の基本と実践を、実践した方からちょうどお便りも届いています、
早速実践しています。とても良いです。時間があれば朝起きたてで、やっています。先生の導きにより深く瞑想できる時もあります。YY さんという方がですね。そして、昼間、外、ウッドデッキで太陽の光を浴びながら瞑想する時もあります。その時に先生がよく話されている大いなる存在、光のエネルギーを感じることが、できます。先日 NHK のテレビでたまたま見た内容がスティーブ・ジョブズとビル・ゲイツも、瞑想をやっていたそうで、こんな言葉を残していたそうです。瞑想することにより見えないものの声が聞こえるようになり発想が花開く、この言葉ご存知かもしれませんが、これからも続けていきたいと思います、北川先生ありがとうございますという、お便りいただいています、ありがとうございますお便り、この音声プログラムの方も、概要欄の方に、URL ありますのでもし興味がある方はチェックしてみてください。さあということで、今日は第224回でしたね、この番組、YouTube でご覧になっている方はチャンネル登録を、Podcast で聞いている方は、定期登録ボタンを、押していただけたらと思っています。ということで今日は第224回、次回、公開収録のラストですねお届けしたいと思います、北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。